大仙千枚電夏の大仙千枚電諸島の大仙千枚電、大仙千枚電は千葉県鴨川市大戦にある棚田、東京から一番近い棚田である。標高90から150メートル、面積3.2ヘクタールの斜面、東西600メートルにわたって375枚の棚田が連なっている。百九十九年に農林水産省の日本の棚田1 0選に、 認定されており、文化庁の文化的景観の保存、活用事業の対象地域にもなっている。山岳地に位置することで、高地整理が遅れたために、棚田が形成された。日本で唯一雨水のみで工作を行っている、天水田である。毎年秋には、棚田の夜祭りと題し、3000本の松明が灯される。二0 1年十月二十八日には、天皇皇后が視察した。 2019年現在、松明ではなく LED を用いた、棚田の明かり、棚田の夜祭りが10月中旬から1月初めまで開催されている。2002年に千葉県指定名称に指定される。棚田オーナー制度は、鴨川市が開設し、特定非営利活動法人大戦1000枚、多部有りかが運営を委託されている。法人、個人合わせて約130組のオーナーがいる。 鴨川大山千枚田、公益社団法人地葉県観光物産協会。2020年3月30日閲覧。山間部や丘陵地帯に見られる棚田などで、灌漑水の大部分を雨水、雪解け水などの天水に依存している水田を言う。世界的に見ると、天水田は、米生産面積の約3分の1を占めている。日本で唯一雨水のみで工作を行っている。 アマネ水田、大戦千枚田の保全に取り組む。日本退職者連合。2020年4月9日閲覧。大戦千枚田について。暗語通信。2020年3月30日閲覧。アジアの米生産性。到達点と増収可能性。日本水土総合研究所。2020年4月9日閲覧。水資源と世界の食料生産。 イスラムの膨張と水資源。日本水土総合研究所。2020年4月9日閲覧。天皇皇后両陛下が募集に。防備新聞。2020年3月30日閲覧。鴨川市、棚田の明かり、棚田の夜祭り。公益社団法人地和県観光物産協会。2020年3月30日閲覧。 ァ田ナダ地元歓迎人気アニメ最新映画で登場。ヒロインが田植え千葉県鴨川市大仙千枚伝、日本農業新聞2021年5月11日2021年5月13日閲覧。ありがとうございます。